またもや、クリミア半島セバストポリ軍港のロシア軍黒海艦隊、艦艇に対してウクライナ軍の水上ドローンで攻撃したらしいね。本当にロシア軍は監視を強めないと足元を救われてしまうかもしれないな。そうだね。さて今回はそんなセバストポリ黒海艦隊にウクライナ軍がドローン攻撃を仕掛けた件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。4月24日にウクライナ軍が発進させた2隻の水上ドローン型 IED によって、クリミア半島のセバストポリ軍港に停泊しているロシア海軍黒海艦隊の艦艇が攻撃された動画が、SNS に投稿されているものを取り上げ、日本の著述家学術研究員と称する S 氏がヤフージャパンに記事を載せていたよ。この S 氏は3月25日にも、ウクライナ軍が水上ドローンを使用してセバストポリ軍港の黒海艦隊の艦艇に攻撃を加えたという記事を、動画を添付してヤフージャパンで取り上げられているんだけど、いずれの記事においても状況や被害状況などについては書かれていないんだ。S 氏以外で同様のことを報じている記事は日本のインターネット上では見つけることができないし、添付されている動画についても信憑性は定かではなく、ロシア側から発信されていない情報であるため、フェイクニュースではないかと疑われているってわけ。しかも、S 氏は攻撃に使われたドローンを水中神風ドローンと紹介しているが、添付されているウクライナ軍が開発したとされる攻撃型ドローンは水面上を航走する水上ドローンであり、水中ドローンとは潜水艦のように水中を潜航するものであるため、知識的にも乏しく感じてしまうんだよな。さらに日本のインターネット上では自爆攻撃型ドローンを神風ドローンと称する輩が多いが、この表現は太平洋戦争時に多くの若者の命が奪われた神風特攻隊を連想させるものであり、国や家族を守るために命を捧げた若者たちを冒涜するものともされているな。確かに海外メディアでも、自爆攻撃型ドローンが登場した当初は神風として紹介していた記事は散見されたが、日本人の心情に配慮されたのか後々神風ドローンと表記している新しい記事をほとんど見かけなくなったぜ。S 氏に水中と水上の違いを認識してもらうのは当然だけど、自爆攻撃型ドローンを神風ドローンと表記することも改めるべきって意見もあるみたい。S 氏の話はこれくらいにしておいて、ウクライナ軍が軍港に停泊中のロシア海軍の艦艇に対して、自爆攻撃を行う水上ドローンを開発して運用していることや、開発と製造の資金を募るために世界中に対してクラウドファンディングを実施している事実をみんなは知っているかな。さらに2023年2月から自爆攻撃型水上ドローンの開発の費用を稼ぐために、ウクライナ政府の名で NFT アートの販売まで行っているんだって。確かに NFT アートが流行った時期もあり、日本では完全に下火の世界とはいえ、従来のアナログの芸術作品と同様に所有し売買することが可能で、主にアートやスポーツなどのコレクターアイテムとして使用され、海外では今でも仮想通貨の投資先として高額な価値がつくことがあるらしいな。NFT アートの市場において、ウクライナ政府が軍服を着た猫を UA カッツディビジョンという愛称のキャラクターとして売り出し、その資金で自爆攻撃型水上ドローンの4隻分の製造費用を集めようとしていると聞いて、本当に資金面で苦しんでいるのだろうという背景を思い浮かべてしまったよ。ウクライナ軍の水上ドローン型 IED による攻撃は2022年にも実施されていて、10月29日には7隻と飛行ドローン8機による大規模な攻撃が行われており、この際にはウクライナ軍によって水上ドローンから撮影された映像が公開されているね。その内容は、2022年4月13日にウクライナ軍の地対艦ミサイルネプチューンによって撃沈された、スラバ級ミサイル巡洋艦モスクワに代わり黒海艦隊機関となったフリゲート艦アドミラルマカロフに向かって突撃する。自爆型水上ドローンから撮影された映像で、艦艇や上空を警護しているヘリコプターなどからの激しい砲撃や銃撃の中をかいくぐり、高速で突撃する様子が撮影されていたんだ。その後、この攻撃に関連するものとして、セバストポリ軍港から黒煙が上がっている様子が撮影された画像が SNS 上で拡散されていることや、ウクライナ政府高官がニューヨークタイムズ紙に対して、
ロシア軍の掃海艇は深刻な被害を受けているため、おそらく修理不可能な状況だろうと語っているよ。これらのことから推測すると、ロシア黒海艦隊に対して自爆型水上ドローン攻撃によって何らかの被害が発生しているものと考えられるが、ロシア側は攻撃があったことを認めたものの全てのドローンを撃破し、艦艇などの被害は皆無であったと述べているため、ドローン攻撃による被害は出ていないとも捉えられるぜ。実際にウクライナ軍が運用している水上ドローンと同型のものが、攻撃前にセバストポリ近郊の海岸に漂着しているのをロシア軍が発見して回収されているからな。この水上ドローンには衛星通信用のスターリンクアンテナが装備されていて、船体の中央部分には潜望鏡のような形状をしたカメラが設置されているほか、船首には爆薬を積載可能なスペースが設けられ、偵察にも自爆攻撃にも運用可能と見られており、さらに通信の中継なども可能な非常に汎用性の高いマルチタイプの水上ドローンであり、搭載されているエンジン性能からすると、最高速度は時速 110km に達する可能性があると推定されているね。ウクライナ軍が使用している水上ドローンの製造コストは1隻あたり25万ドル約3270万円とされており、航空機型のドローンであれば低価格な民生タイプを流用することが可能であることからすれば、この水上ドローンを自爆攻撃に使用した場合は、ミサイルと同様に非常に高額な攻撃兵器であるためコストパフォーマンスは良くないんだ。ゼレンスキー大統領は黒海を我が物顔に公開しているロシア海軍黒海艦隊の動きを封じるためには、この自爆攻撃型水上ドローンが100隻以上必要となると発言していて、ウクライナ政府としては国内の民間インフラ施設を狙って黒海上の艦艇から発射される巡航ミサイル攻撃を防ぐために、この水上ドローン型 IED を製造する資金を調達する方法として、クラウドファンディングでの資金提供を世界中に呼びかけ、さらには NFT アートによって収益を上げようとしているって見方もできるよね。迎撃が非常に難しい極超音速ミサイルであれば、少数の発射であっても確実に目標を攻撃することができるため、製造コストが高額であったとしても見合った戦果を得ることができるが、速度が遅いドローンの場合は目標を達成する前に撃墜されることが想定されることから、同時に多数のドローンで一斉に攻撃する飽和的攻撃、いわゆるスウォーム攻撃を実施する必要があるな。これまでの安価な民生用ドローンを転用していれば、低コストでスウォーム攻撃を実施することが可能であったが、民生品の数が乏しく高価な水上ドローンの場合は保有数が少なければ少ないほど、発見されにくい夜間などに攻撃を実施する手段しか考えられないぜ。近い将来、飛行ドローンのように安価な自爆攻撃型水上ドローンが開発されることは考えにくいが、軍港に停泊している艦艇に対してスウォーム攻撃を仕掛けることができれば、航行不能の状態まで持っていくことができ、これまでの艦艇の足止めに運用されていた機雷のように、自分の艦艇をも脅かすことになる可能性がなくなるだろうね。これからも物乞いを続けて官僚たちの私腹を肥やす一方で、ウクライナは世界的に認められる爆弾テロ組織を作り上げていっていることに気づいてもらいたいものだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。